は。おばあちゃん、聞き合って。おばあちゃん、聞き合って。あーこーしーこー川に来た、来たで、来たよ、来たで、来たよ、来た。We're on Nito Shido Festival and here we're having a barbecue. Thank you. Thank you. Thank you. Thank また岩田ですか。おお、すごいな。あ、そうだ。あ、違う先生。お指導、講師を務めさせていただきます。それで、ご紹介、ご覧のようにこのような天気ですから、講習中に、なかなか釣るのは難しい。それから魚が釣れなくても講師の腕が悪いのではないと。それはまず知っていただきたいです。そうですね。まっすぐ振ってまっすぐ下ろす。まっすぐ振ってまっすぐ下ろす。まっすぐ振ってまっすぐ下ろす。そうすればまっすぐ振ることができれば、いろんな方向を回すこともできるし、小さなポイントをまっすぐ振って落とす、入れることができる。見たところでスッと入るような練習をする。あんまり開かないですね。で、分かってくるとここを開いてこれだけ伸ばしても、ここはまっすぐ振るようにもう体の構造、頭の中でもうインプットされちゃってますから、もう動かさないっていうふうな指令が出てるはずです。ですから伸ばして僕の場合は伸ばしてもまっすぐ振ってまっすぐ伸びてきています。エルボー。Like, ここね。Is it really close? This is really impressive. Like how smooth it is. Look at that. And the fly is always first. 遠くを飛ばそう、飛ばそうという意識が強いから、どうしてもこう伸ばしてしまいますよね。ちょっと疲れます。で、竿先がぶれて安定しないんです。ですから基本的にはやはり物を持つにしてもバケツを持つにしても近くの方が安定する、持ちやすい、運びやすい、それと一緒で決まるわけです。ですからここをグリッと一つぐらい開ける程度、なるべくこれで疲れない、わけ。そうすれば棒の力で振ればものすごく楽です。 Using the thumb and index finger、これで左側を打つときには人差し指で打つ。 To the left is the index finger?人差し指。で、この親指はこの方向性、この3の変動がないように支えるための方向を指示している。人差し指がポイントへ狙う方向、この親指はこう反動ないようにまっすぐ横平行に振るように、逆の場合も今度は反対に親指で押して人差し指で上下の変動を抑える。それが基本的な握り方。ロングラインの場合はとにかく蹴鞠から、とにかくどんな場合でも蹴鞠から落とせるような逆転を習得しないと流れの対岸がうまく釣りができない。大きな針だと大きな針外れたけど、ね、大きいからさ、これで You see, like insects are big, so using a big竿がわずかに曲がるんですよ。それにプラス、竿、あの、手首を使う。Then use the wrist.上げてるでしょ。はい。先にこう上げる。手首後からでしょ。Then use the wrist. 手首上げてるでしょ。はい、上がって瞬間に手首を返すだけ、これ。はい、これ、一瞬だけ。
ハイラインでも小さなポイントを狙う4メートルぐらいのラインと同じような感覚でやっぱ僕は常に心が小さなポイントでもこの針でシュッと入れない一個入れかければ止まらないとこ入るように今まで何本上げたのか魚はですね石と水があればどこにもいます魚は石と水さえあればどこにもいますで例えば私たちがですねこのポイントがありました間違いなくですね魚が上がってきてあ目についてあここだなと思う間違いなくここを打ちますほとんどここここだここ打つんですここはいる可能性強いですねまずここ打つこれ次切り替えてくださいだけれども今私が言った魚はどこにもいるんですよということをちょっと思い出したそうするとここ行ったらここだったらですねどこにいますここにいますよこんなところにですね、こんなのもいる場合もあります。なぜかというと、ちゃんと、この下はですね、見てください。全部えぐれていて、そこからここに入ってるんですよ。ちゃんとこう取るのをここで取って、ここに戻れば、安全に、絶対に背が取れる。だからそういう場所にいるんですよですからそういう場所を打つか打たないかそれで実は釣れるか釣れないかが決まりますまさかあんなところと思って誰もやりませんあそれでこの辺がダメだなとなって初めてこちらにでもここだってここだって出るここ肩は小さいけれども説明したんだけどデリケートというのは静かに落とすという意味ではないんですデリケート doesn't mean not quiet just デリケートというのはですね、デリケートというのは正しくないと思うつまりですねどういう意味かというと魚はですねその流れの筋肉ここに流れてくれば絶対空気の場所の流れがあるんですピシャッと落ちてピシャッと落ちるのは魚にほら餌が来たぞって言うと教えてそうですよいいテクニックそうです天気のテクニックなんです音と音ピシャーンって言うでも音立てるのは黄色いラインに立てるいや違う This is the his. This he said is one of the techniques to get the fish. Yeah. So see, like, yeah, this is the. Jump! Oh, fish! 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 Oh, Especially where it's deeper, it's, you have to hit it. Oh, okay. Because if it's deep, then the fish is staying on the bottom. Then, oh, up here. Entirely, for example.判断します。ラスト第1個目、第1回目のキャストは、ここを正確に。If he knows that's a sport fish is, then he'll make an accurate, precise cast. 魚というのは、
なくして食べる。人間もなくして。Fish is lazy. Fish wanna eat like without making an effort. So fish will fish won't go to you. そうすると楽に食べれる場所に流して食べる。So we have to cast the squid. Fish can eat easily. そうするとそれは毛針がゆっくり流れる。That means where the kebari can grow slowly. そうすると楽に食べる。Then fish can eat easily. それを早いところに最初に流して。But if you let the, if you drop the kebari somewhere, where the flow is fast, then そうそう、魚はもう、あ、これは食えないと思って。That's too fast. あ、でも、そうかもしれない。追っかけることかもしれない。Maybe like, fish might chase it. でも、そういう時の出方、その食え方は、シュー But that, you know, カラオジは really fast. だから、釣れない。That's what it can be. だから、ダイとファースト、ダイとの、その時に魚の加えやすいところにほら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 餌だよって流した。 So for the first cast we have to go somewhere, we have to go for there's a bait so I can catch it easily. なんか水の中でおかしいなと思ったそしたら魚が教えてくる。あ、これが当たりですよって教えてくる。だからここの辺でこう流していくもんですね。このラインさっきと同じです。水面のところでこんな風に流れている。ここは水です。こんな流れている。これが、シュー。これが当たり。
これをこうやって止めて流して止まって止めて奥に止めて奥に止めて奥に、こうやって止めて奥に止めて奥に止めて奥に、こうやってそうすると毛針がこう止まってコンタクト、魚から見るとです。There is a flow like this, so let the kebab go down. Oh, okay. But not too far. Did you find a yona? Yes. Very good lesson. Very good. Kimono desu ka? Kimono! Kimono desu. Kimono atari wa donna atari desu ka? Kimono ne, ano mizu no ちょっと下で、少し下、サーフェイスのちょっと下で見えました。今でもちょっと見えた、見えてた、あ、ほんのちょっと絵に描いたようなレッスン。Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby.